百武さん、今回は速稼塾の久保からいただいたコメントに順番に百武さんのコメントだけをねピックアップしてお届けしようかと思います。なかなかコメント返信ができなくなってきてですね、たまにこういうことをやりますので、よろしかったらこれからもねいろいろとコメントをいただければと思います。必ずね読むようにしておりますんで、それではねまずね百武さんのこのコメントからいきましょうか。どんなコメントからというと、みんなの銀行についてですよね。私のタブレット端末からみんなの銀行のアプリは機種に合わないです。今回は残念です。あ、なるほど、タブレットがちょっと対応してないということになるんですね。スマートフォンをお持ちだったらねスムーズにいったと思うんですけども、タブレットだともしかしたらそうですね合わない機種があったかもしれません。ちょっと残念でございました。私もねもっともっといい情報をこれからも届けるように、頑張りますんで今後にご期待ください。次のコメントです。すいません質問ですけど、 YouTube になるとどんなノートパソコンがいいですか？性能いいノートパソコンの動画コンテンツがいっぱい記録できる容量などの知識をもしよかったら教えてもらえないでしょうか？動画コンテンツで初心者向け基礎知識を動画コンテンツを作ってください。よろしくお願いします。もし初心者向け YouTuber がいたら教えてください。あ、なるほどね。これね YouTuber になるための道筋を動画でシリーズ化してくれってことですよね。それはちょっとやりましょう。そしてね今回ねどんな性能のパソコンがいいですかってことですけども、何でもいいです。これは私は中古で買った1万4000の Chromebook から始めました。1万4000ですよ。相当低スペックです。でも速稼塾のスタートを切ることができて、そのパソコンで1億円は稼ぐことができました。その現実から見るとね、この8年前の低スペックですから、もう低スペックですよ、ね、iPhone が 3GS の時代ですでもちゃんと稼ぐことができたんで大丈夫です。今売ってるパソコンでね、そうですね3万円前後とか5万円前後のパソコン適当に買ってもそれはできますよ。 YouTuber もっと言ったらスマートフォンだけでいいんで、パソコンいらないですね。スマートフォンだけで OK です。カメラついてるでしょ。まあついてますもんね最近はね。で特に編集も最初からする必要はありません。ですんで撮って出しって言って録画ボタンを押して適当に喋ってそれをアップロードする、その繰り返しでいいんじゃないですか。でどうしても自分の姿を見せたくないって方は、例えばね猫ちゃんのね可愛らしく遊んでる姿を撮るみたいな猫シリーズでチャンネル登録やチャンネルを作ってもいいと思いますし、道路というねテーマもありますしね、なんかね何でもいいんですよ。はっきり言ってどのテーマが受けるかどうか私は保証できません。でしばらく何百本もやり続けた時にこの方向だと再生数上がるなってことに気づいていくんですよ。そういった自分の行動の中から成功例を見出すのが一番です。誰かの成功例をなぞったところでそこにはすでにねライバルが多すぎて飽和してるんですよ。ですので自分だけの成功法則を自分の行動の中から掘り出すのがいいと思います。ありがとうございます。じゃあ次のねコメントなんですけどもね、やはり YouTuber の道諦めます。いろいろと世間が気になります。ああなるほどね、まあ、世間の狭い私にはあまりわからない悩みですけども、まあ、そうやってYouTuber 以外にも道はありますんで目指すことはできると思います。ね、やっぱ世間の評判気になることもありますんでね。はい、百武さん、人件費とパソコンの1台の例え、考え方の勉強になりました。ありがとうございます。よかったです。次、私の地元は面白い品揃えのバイク専門店があります。地元は面白いコンテンツあります。いいですね。だから百武さんはネタに困らないわけですから、多分ねその広告業というか電通みたいなこと一人でできると思いますよ。その面白いコンテンツを紹介するアナウンサーになればいいだけですからね、人気が出ると思います、で次ですね、今はプロ野球チップスの野球選手カードビジネスチャンスですよ。おお、やってください。ぜひビジネスチャンス、生まれ出身ブランドで全国カードビジネスできますよ。そういうものをやった方がいいですよ。百武さんもねこれ気づいてるわけですから、まあ以上ですかねコメントは、だから気づいてることは誰かにお勧めするんじゃなくて自分でやってみるのがいいでしょうね。自分でやってうまくいったらさらにお勧めできますし、自分でやってうまくいかなくなったら勧めちゃダメですしねそういうことでやってもないことを勧めるよりか自分で真っ先にやってみて、それによって、手探りをねしてみると、もっともっと発信に説得力が出るんじゃないかなと思いますよね。私も少なくとも自分でやってきたことだけを話してますんで、自分の想像で話すときは、まあ想像で話しますけどっていう前置きを必ず設けますね。まあそういうふうにして少なくとも情報発信者の、
まあ私なりのね責任を果たしていきたいなと思うところでございます。コメントの方ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。